もハローみんなです。今日は東京キャラクターストリートに来たよ。今から始めるのはゴーンショップ行きます。何これ？パズルガム？パズルガムだって。パズルガム、パズルとガムが入ってるんだって。パズルやりたい。出してほら、ゴムも売ってるよ。本当だ。あ、ほら、違うんだ、パズルが4つある。だから、全部買おう。全部は買わないよ。全部買いたい。全部は買わない。売り切れちゃったんだ、これ、ほら。あ、ここにあったの？売り切れちゃったみたいで。ここみちゃんがもう売り切れ。でも、これも買おう。それ何？これ時計。キラキラウォッチ2番。さきちゃんとよつばちゃんのがいいの？うん。これが限定。これが今日の限定品だって、みんな。じゃあこれも買おう。どれにする？みんな。こっちがいい？こっちがいい？じゃあこっちだよ。それにする？何が出るかな？みんな何が出たら欲しいの？これか。全部じゃん。一番はどれ？一番？これやっぱ。じゃあさきちゃんが出るといいね。じゃあ帰ったら開けてみましょうね。はい。電車いっぱい乗って疲れた。おかえり。ただいま。じゃあパズルのグッズ開けよっと。これは時計を買ったよ。パズルガムを買ったよ。違う種類のパズルガムを買ったよ。ファントムスペードのペを買ったよ。ファントムダイヤのペを買ったよ。ファントムクローバーのペを買ったよ。クマチンの付箋ブックを買ったよ。これは香港ショップしか買えないんだよ。カンパッチ。これは何が入ってるかわかんないんだよ。ミノは何がいいんだっけ？ファントムスペード。ファントムスペード出るかな？うん、ファントムスペード出ますように。いくよ。あー、ゆつばちゃん、でもやったじゃん。ゆつばちゃんも好きじゃん。よかったね。今着てるゆつばちゃん。ゆつばちゃん出ました。同じ格好。じゃあ次はね、やっぱりパズルガム。パズルはこの2種類の絵だよ。かわいいね。コタくんいけないやと、このパズルで対戦する動画もぜひ見てほしいっち。これは時計です。さきちゃんの時計にしたよ。さきちゃんとゆつばちゃん。本当だ、キラキラしてるね。うん、かわいいね。うん、今何時ですか？今11時50分9月。じゃあ次はやっぱりこれ。これはね、キラチのね、レザー風船ブック。付箋っていうのは本とか読んでるとき大事なところにペタンって貼るやつなんだ。あー、場所がわかるように。そうそうそう。結構かわいいね。かわいいね。クマチーが、うん、こうやってやってるし。あとはこのペンを買いました。かわいい。ココミちゃんだけ売り切れてたんだよね。うん、じゃあ開けてちょっと書いてみましょう。こんな感じです。かわいい。ここのお尻のところでスタンプになってるんだね。お尻、ペンのお尻のとこ、ほらスタンプになってる。なんかせーの、できそう。これ何？これね、またみんなね、ワゴンショップで買ったんだよ。あ、そうだ。これで私も小学校の準備完璧。なんで？だってこれはまず勉強に使えるでしょ。ノートにいろいろ書けるでしょ。確かに。そしてこれを教科書とかに大事なところを貼れるでしょ。確かに。これは遅刻しそうになった時見れるでしょ。あれ、学校に時計って知ってっていいんだっけ？それからこれランドセルにつけるでしょ。ランドセルにつけちゃダメだから。でも可愛いし。それに勉強がつまんなくなった時これで遊べばいいでしょ。どて、そんなんで遊べるわけないやん。学校はダメだけど、お家でいっぱい遊ぼう。うん。じゃあ
짠.